日本国内には至るところに神社や祠がある。その中には人に忘れ去られ放置されているものも少なくない。普通の日本人ならばそのような神社や祠があってもあえて犯す者はいない。日本人特有の宗教観から来る恐れがある意味 DNA レベルで禁忌とするからだ。かかる恐れは異民族、異教徒の宗教施設に対しても向けられる。またこのような恐れや経験さは多くの民族に程度の差はあれ共通するものである。しかしそういったものに恐れを感じずに暴いたり、安置されている細具などを盗み出す者たちがいる。その多くは日本での生活歴の浅いニューカマーの韓国人たちだ。詳しいことはわからないが、朝鮮民族は単一民族でありながら、民族の神を持たない稀有な存在だという。神を持たないがゆえに、時として絶対に犯してはならない神域を犯してしまう。神の加護を持たない身で神罰を受け、自滅してゆく者が後を絶たないということだ。今回の事件もそんな事件の一つだと思っていた。最初のうちは。ある寒い冬の日だった。俺はキムさんの運転手兼ボディーガードとして、久しぶりにシンさんの元を訪れていた。本職のゴンさんたちではなく、俺が随伴したのはシンさんの指名だったからだ。シンさんの顔は明らかに青ざめていた。キムさんもかなり深刻な様子だった。やがてマサさんもやってくるという。重苦しい空気の中、2、3時間待っていると、マサさんが一人の男を伴ってやってきた。マサさんの連れてきた男は、木島という日本人だった。上背はないが、鍛え抜かれた体をしており、眼光や雰囲気で相当な修行をした人物と感じられた。これから何が起こるのかはわからないが、ただならぬ事態なのは俺にも理解できた。木島は手にしていたアタッシュケースから古ぼけた白黒写真と基板でボロボロになった古いノートを出した。シンさんもテーブルの上にファイルを広げ、数枚の4つ切りのカラー写真を出した。両方の写真の被写体はどうやら同じもののようだ。それは3本の足と蓋のある金属製の壺だった。その壺は朝鮮のものらしくかなり古そうだった。形は丸っこい、恩義と呼ばれる家庭用のキムチ壺に似ている。ただ、金属製であることと、底の部分に3本の足があること、表面に何かの文様がレリーフされているのが特殊だった。表面の文様と形状に、呪術に造形の深いシンさんやキムさんは思い当たるところがあったようだ。それは一種の孤独に用いられたものだった。壺の文様は孤独の術に長けたある呪術師一族に特徴的な文様なのだという。しかし通常孤独に使われるのは陶器製の壺であり、金属器は使われない。ましてやこの壺は鉄器であり、孤独の器としては恐ろしく特殊な存在だということだ。韓国では金属製の器が好んで使用されるが、伝統的なもののほとんどが湯器と呼ばれる真鍮製品なのだという。李氏朝鮮では初期から金属器の使用が推奨され、食器や細具、楽器や農具に至るまであらゆる金属製品が作り出されたそうだ。だがその素材のほとんどが青銅あるいは真鍮だった。高い製鉄金属加工技術を持ちながら、朝鮮半島では鉄は希少で、広く一般に普及することはなかったらしい。温帯気候で樹木の生育の早い日本とは異なり、大陸性の寒冷な気候の朝鮮半島では樹木の生育が遅い。それゆえ製鉄に大量に必要とされる燃料の木炭が不足していたのだ。昔の中国や朝鮮は刀剣などを鉄製品の原料、素材として日本から輸入しており、それは非常に高価だった。そのような貴重な鉄器を破壊して使い捨てるのが原則の孤独の器に用いることは、呪術上の意味合いからもありえないことなのだという。この壺は、竜という古物商から在日ネットワークを通じて紹介されてきたものだった。竜は盗品売買の噂が絶えず、在日社会でも非常に評判の悪い人物だった。本来なら、秦さんはこのような男は絶対に相手にしない。しかし流れてきた写真を見て、秦さんは驚愕した。それは日韓併合以前の韓国で隠然たる力を持っていたある呪術師一族が呪術で使用した文様だったからだ。なぜそんなものが日本にあるのか。その一族は中国の降伏のかなり前に滅んでしまっていた。朝鮮総督府は公衆衛生のため朝鮮半島に根深く浸透していたシャーマン治療を禁止し、近代医学を普及させた。その陰で多くの呪術師や祈祷師たちは恭順して伝来の呪術を捨てるか弾圧されるかの二者択一を迫られた。多くの呪術師が地下に潜ったのに対して、完全と反旗を翻した者も少数ながらいた。この一族もその少数者の一つだ。秦さんの調べによると、竜の紹介の背景は以下のようなものだった。日本全国で高齢の資産家宅や旧家の蔵、寺や神社を荒らし回っていた韓国人の窃盗団がいた。この窃盗団は流しの犯行以外に顧客の注文に応じた仕事もしていたらしい。日本の美術品、特に仏像や刀剣の類は韓国内や欧米諸国で熱心なコレクターがいるのだという。参道や改造土井に建てられたありふれた古い地蔵などにもかなりの値がつくということだ。どうやら問題の鉄壺はある人物の注文により盗み出されたものだったらしい。だが仕事を終えてすぐにその窃盗団に異変が起こった。窃盗団のメンバーがわずか数日間で次々と回収を遂げたのだ。竜のもとに鉄壺を持ち込んだのは窃盗団の最後の生き残りであるパクという男だった。パクは日本国内で逮捕歴があり、他の仕事で下手を打ったために身を隠しており、詳しい事情を知らなかった。パクは盗品の隠し場所から他の数点の美術品とともに鉄壺を持ち出し、つてのあった竜の元に持ち込んだ。相次ぐ仲間の死と自分の身辺に迫る気配に恐怖を覚え、高飛びしようと考えたのだ。盗品ブローカーである竜はパクの持ち込んだ美術品を買い入れた。パクの持ち込んだ盗品の中で問題の鉄壺は最初ガラクタ扱いだった。しかしパクが盗品を持ち込んですぐに鉄壺を買いたいという人物が現れた。その男の提示した金額はかなり破格のものだった。だが竜は商売の鉄則として仕入れた盗品を特定の業者以外の第三者に直接転売することはなかった。どこで竜が盗品を扱っていることや鉄壺の存在を知ったのか謎であったし、金を持ったまま首を吊ったパクの死が竜を慎重にさせた。竜は鉄壺について同業者に紹介し、購入希望者の背後を探った。竜の紹介は秦さんの元に届き、とんでもない代物であることが判明した。それは人の触れてはならない呪いの器だったのだ。秦さんは壺が朝鮮の呪物であることから詳細を知るためにある人物に壺について問い合わせた。その結果、鉄壺が秦さんやキムさんの当初の予想をはるかに超える危険なものであることが明らかになった。この鉄壺の用途は孤独などという生優しいものではなかったのだ。鉄壺が安置されていたのは、バツバツ神社という人に忘れ去られた無名の小さな神社だった。忘れ去られたというのは正確ではない。触れざる者を人海人目から隠して建立された神社だったのだ。そこまでして封じようとした鉄壺の正体は何だったのか。鉄壺の正体は、炉だった。蓋を開け、中にあるものを封じてから蓋を閉じ、燃え盛る炎の中に入れるのだという。そのために壺は鉄で作られ、そこに足がつけられていたのだ。鉄壺の中に入れられたあるものとは何か。それは人間の胎児だった。妊婦を両地形にかけ、その子宮から取り出した胎児を鉄壺に入れ焼いたというのだ。その数、実に12人。年に1人、12年の時をかけた大掛かりな呪法だった。鉄壺の丸い形は女の子宮を表していたのだ。11人の女はさらわれたり売られたりしてきた哀れな女たちだった。呪術師の慰み者にされ、こうはらんで時が満ちると切り刻まれ、我が子を鉄壺で焼かれたのだ。その恨み、怨念はいかばかりのものだったのだろうか。だが、12人目の最後の儀式はさらに恐ろしくおぞましかった。12人目の女は、12年間呪術を行ってきた呪術師の実の娘だった。犯された娘の妊娠がわかると、呪術師は彼の息子によって領地刑にかけられた。時間をかけて切り刻まれた呪術師が生き絶えると、父を殺した息子の呪術師は儀式を行った。それは反魂の儀式。殺された呪術師を娘の腹の中にいる胎児に転生させる儀式だった。所定の時が満ちると、娘は11人の女たちと同様に領地刑にかけられ、呪術師の転生時である胎児は子宮ごと鉄壺に封じられた。蓋は二度と開かないように封印され、さらに10年近く呪術師の家に安置されたのだという。醜悪であまりにおぞましい行いだが、この手の呪いはやり口が醜悪で無残であるほど効力が高まるものらしい。鉄壺が安置されていた間、呪術師の一族の人間や村人たちは一人、また一人と死んでいった。村がほとんど死に絶えた時、術を仕上げた呪術師は鉄壺を持ち出して日本に渡った。日本に渡った呪術師には姉がいた。妹と同様に父親に侵されたが妊娠せず、その後も生き残っていたのだ。彼女は弟を追って日本に渡った。彼女の弟である呪術師は鉄壺を持ったまま身分を隠して日本各地の朝鮮部落を渡り歩いた。本国から身一つで渡ってきた同胞を朝鮮部落の人々はかくまい助けたが、彼の行く先々で多くの朝鮮人が死んだ。弟を追い切れなかった姉は、ある朝鮮部落の顔役であった宗教家に呪いのこと、弟のことを相談した。自分の手に余ると考えた宗教家は、ある日本人祈祷師のもとに彼女を連れて行った。彼女は韓国で行われていた儀式やそれまでのこと、一族の呪術や鉄壺について知っていることのすべてを祈祷師に話した。彼女が話した言葉を日本語に翻訳したものの写し、それが木島が持ってきた古いノートだった。鉄壺、それは呪いの胎児を育てるための子宮だった。そして胎児を育てる養分となるのは生贄の命だった。生贄とは、それは呪術師の同胞であるはずの朝鮮人だった。儀式を完成して10年近くも壺が韓国に置かれ、壺を持った呪術師が日本国内の朝鮮部落を渡り歩いたのはなぜか。それは生贄の命を至急たる鉄壺に吸い上げるための、いわば根を張り巡らせる作業だったのだ。鉄壺の中の呪いの大地が標的を呪い殺せる強さへと育つまで、生贄の民であり、同胞である朝鮮人の命を吸い上げようというのだ。その数は何万、何十万、あるいはさらに多く。そこまでしなければ呪いを成就できない標的とは何だ。木島は淡々とした口調で語った。この呪いは特定の個人ではなく、皇室を標的とし、124代にわたって継続してきた皇統を断つことによって、日本という国を滅ぼそうとしたものだと。俺は木島に言った。孤独や生贄を使って、一族や血統を滅ぼす呪法があるのは知ってる。しかし、この呪法のやり口はいくらなんでも無茶苦茶だ。大体、無差別無制限に生贄を必要とするなんて、そこまでする必要があるのか。仮に皇室が滅んだからといって、それは日本滅亡とは直結しないだろう。シンさんとキムさんが呆れ顔で俺の顔を見て、マサさんは深いため息を吐いた。そしてキムさんは、お前本当に何も分かってないんだな。まあ、日本人だから無理もないのかもしれないな。そう言うと、この呪法が皇室統計を断とうとしたことの意味を語り始めた。キムさんの話によると、この世界は多文化、異民族、異教徒を飲み込んで支配しようとする支配者と非支配者に分かれるのだという。支配者とは大まかに言ってユダヤ・キリスト教徒。非支配者は土着宗教やローカルな文化がこれに相当する。アジア地域における支配者は中華文明であり、日本やインド、朝鮮などを除く多くのアジア諸国、地域の支配層はその多くが中華の流れを組むということだ。他者を支配しようとする宗教や文化、王朝は長く続けば続くほどにその影の部分として呪術的側面が育っていくそうだ。支配を続けることはすなわち業を積み重ねていくことに他ならないからだ。支配の本質とは悪なのだ。それゆえに王朝や文明は蓄積された悪行が臨界点に達すると必然的に崩壊へと向かう。非支配者や民間の呪術は支配者や自らを併合しようとする者に対する抵抗の手段だが、支配者や権力者側の呪術は破滅へと積み重なる業への抵抗なのだそうだ。ある時は疫病を払い、災害を払う。反乱者や簒奪者に自殺を仕掛けることもある。支配することによって積み重なった悪業が招く災厄を払うのが権力による呪術であり、それは徐々に大きくなり顕在化してくる。それゆえに本来影であるべき呪術が表面に出てくるようになった文明や国家は末期的で滅びが近いということだ。王朝や宗派などは代を重ねることに悪業だけではなく、逆に霊力や呪力も強めていく。だが、皮肉なことに積み重なって強まった霊力、呪力は、臨界点に達した悪業とともに、破滅への原動力となってしまうのだ。霊力や呪力は浄化への力だからだ。日本は明らかにユダヤ、キリスト教圏や中華文明といったエスタブリッシュメントには属さない存在である。しかし、中華文明圏を出してからというもの、中華文明による再併存も、ユダヤ・キリスト教圏による併存も、完全支配も叶わなかった。それには様々な要因があった。だが、呪術的側面から見ると、それは皇室という極めて特殊な存在によるものだという。日本の皇室は、通常、王朝の影である呪術的部分がその存在の根幹であって、その他の部分は支配や権威すら枝葉に過ぎないということだ。日本皇室は唯一最古の帝室である前に最古最強の呪術の系譜なのだ。エスタブリッシュメントに属さない存在でありながら強い力を持つ日本皇室は本来ユダヤ・キリスト教圏にとっても中華文明圏にとっても消し去りたい存在らしい。しかし最高の霊力、徳を持つ日本皇室と正面から対立することを彼らは避けるようになった。天安門事件に端を発する国家存亡の危機に瀕した中華人民共和国が7個の霊を持って天皇訪中を招請し、国難をしのいだのはその恒例だそうだ。殲滅ではなく共存を選んだのは、日本皇室及び日本人が異民族を併存して帝国を運営する力量を持たない民族であることが明らかになったからだ。直接利害が衝突しない触れざる者に自ら敵対して再び火傷することを恐れたのだ。日本国とは日本皇室の誕生から続く一つの王朝に過ぎない。それゆえに皇室の否定は日本という国の存在自体を否定することに等しい。本質的に強大な力を持つ日本皇室や中華文献に併存されない日本を敵視する中国は長期的視点で日本を内側から崩しにかかっている。いわゆる売国メディアや自虐士官がそれだ。自らの王室や国家、民族に準じた人々を誹謗することは国の運気を非常に損なう、天に唾する愚行なのだという。死人に鞭を打たないという日本人の文化は弊害もあるが、国家の運気を保つ上で重要な意味を持つのだ。現在行われている工作は、皇室の呪力と直接衝突せずに、日本国の運気や霊力を削ぐ手段としては、呪術的にも理にかなっているそうだ。呪力、霊力の最高位にある日本皇室に呪術を仕掛ける。これは強力であればあるほど自殺行為に等しくなる。少しでもまともな呪術的視点を持つものならば絶対に避ける愚行である。しかし、あえてそれを行う者は後を絶たない。一部日本人と朝鮮民族である。朝鮮民族は自らを小中華と称し、甚だしくは中華文明の正統後継者であると自認している。しかし、その実態は大陸の袋小路である朝鮮半島に封じ込められた生贄の民族である。彼らの特性はいかなる外敵の支配にも抵抗しないが、併存、同化はされないという点にある。宿主たる征服者の体内に潜み、その内部を食い荒らし、滅びを加速させる。そして次の宿主たる支配者、征服者に取り入り、再び食い荒らすのだ。支配者に同化されないため、彼らが独特の民族心理として培ってきたものが根である。支配者に対する潜在的敵意である根という民族意識によって、彼らは確固たる独自文化、独自宗教を持たずして民族としての生存を図ってきたのだった。自らをエスタブリッシュメントである中華文明の担い手とする民族的錯誤、さらに生贄であることに気づかずに反日感情を煽られて自殺的行為に走る朝鮮人呪術師は多い。しかし根本的理由は朝鮮民族の潜在的な生存本能に負うところが大きいらしい。強力な民族や国家に囲まれた弱小の朝鮮民族が民族として生き残ってこられたのは根の精神によって頑なに異民族との同化を拒んできたからだった。しかし最も関係の深い隣国である日本は外来の技術、技芸、文化、宗教、そして人間までもその内部に取り込み強力に同化してしまう恐るべき特性を持っていた。日本に渡った同胞は短期間で日本というブラックホールに飲み込まれ、日本人と化してしまった。古来、日本に渡った者はエリートが多かった。だがそういったものほど日本への同化、日本人化は早かった。故郷を離れ、異国で世代を重ねながらも、朝鮮民族であることにこだわりを見せるのは、むしろ低い身分の出身者が多いようだ。日本人の目からは誇張に見えることも少なくないが、日韓併合は朝鮮民族にとって民族存亡の危機だったのだ。秦さんは言った。たとえ世代が5世6世と進み、制度的に不利な身分に置かれようとも、朝鮮民族の日本への帰化は一定以上には増えないだろう、と。朝鮮民族には他民族に併存され、同化されることへの本能的な恐怖がある。そして同化力の強い日本という国家、社会において、朝鮮民族としてのアイデンティティの拠り所となるものは国籍くらいしかないのだと。この特異な性質を持った日本という国を滅ぼすこと、日本という国家の起源とも言える皇室を打倒することは、朝鮮民族の民族的命題とも言えるのだ。もっとも最近は日本皇室の権威を自らに引き寄せようとする動きもあるようだが、ともかく狂気とも言える鉄壺の呪法を行った呪術師は、自らの命を懸けるほどに強烈な覚悟を持って、皇室、日本という国を呪った。しかし呪いの対象はある意味無限に近い。全世界を敵に回しても、なお平然と存続してしまうほどの霊力を持った存在だった。鉄壺は際限なく生贄の命を吸い取る。少なくとも日本国内にいる朝鮮民族にとって非常に危険な呪物となった。いや、呪術師がこのような陰湿でおぞましい呪法を組み立てたのは、むしろそれが目的だったのかもしれない。日本への同化を危機として受け入れようとした反民族的な親日朝鮮人を根絶やしにするための呪法と考えた方が筋が通る。実際、鉄壺を持ち込んだ呪術師の行く先々で多くの人々が命を落とし、謎の病に倒れた。どのような経緯で確保されたのかは謎だが、鉄壺は回収され、多くの朝鮮民族の命を守るために、日本人の手によってバツバツ神社に安置されることになった。封印は功を奏し、半世紀以上の時間が経過した。当時の関係者はいなくなり、呪いの鉄壺の存在を知る者はいないはずだった。しかし、バツバツ神社は暴かれ、鉄壺は持ち出された。俺たちは再封印できるか、バツバツ神社の確認と、竜の元にあるであろう鉄壺を確認しなければならなかった。俺は木島と共にバツバツ神社へと向かった。バツバツ神社は雪深い山奥にあった。車で行けるところまで行き、あとは地図と GPS を頼りに徒歩で進んだ。6時間以上かかっただろうか。俺たちは岩だらけの河原に出た。川に沿って上流に向かうと対岸に黒い鳥居が見えた。川幅は15メートルほどだが流れはかなり速い。だが、窃盗団は川を渡っているはずだ。上流に向かって10分ほど進むと、岩伝いに歩いて渡れそうな場所があった。俺たちは対岸に渡り、鳥居の前まで戻った。鳥居は高さ2メートルほどの小さなものだった。鳥居には太い鎖でできた輪が内側いっぱいに広げて吊るされていた。鳥居から奥に10メートルほど進むと焼け落ちた祠があった。火を放たれてそれほど時間は経っていないのだろう。焼け跡の生々しさがそのままだった。祠の裏は奥行き5メートルほどの人工のものらしい岩の洞窟があり、最腰部には鉄壺が収められていたのだろうか。直径40センチ、深さ60センチほどの縦穴が掘られていた。洞窟の中にも火が放たれたのだろう。黒いすすや油の匂いがかすかに感じられた。俺は木島に、どうですか、使えそうですかと声をかけた。しばらく木島は目をつむったまま黙っていたが、やがて口を開いた。ダメだな。道がついてしまっている。ここはもう使えない。他の手を考えないとな。日本各地には俗にパワースポットと呼ばれる地脈の集結点や大地の木の湧出点がある。それとは逆に地脈から切り離され、大地からの気が極端に希薄なポイントもある。仮にゼロスポットと呼ぼう。このゼロスポットは呪物や不浄な存在を地脈、気脈から断ち切って封印するのに適した場所なのだという。ゼロスポットはパワースポットよりも数が少なく貴重なものらしい。発見されたゼロスポットは祈祷師や神社などが把握し、監視しているということだ。この神社もある祈祷師のグループが見つけて管理していたポイントの提供を受けて建立されたものだという。朝鮮人の命を生贄として吸い取る鉄壺は日本人の神官によって封じられた。今回木島が呼び寄せられ、マサさんやキムさんではなく、俺がバツバツ神社に赴いたのも道がつくのを恐れたからだ。生贄である朝鮮人が足を踏み入れれば、壺に命を吸い取られ、吸い取られる筋道が外界への道となる。窃盗団の朝鮮人が足を踏み入れたことで、このスポットは聖域ではなくなってしまったのだ。日が落ち始めていたので、俺たちはバツバツ神社の洞窟で夜を明かすことにした。洞窟の奥で寝袋に潜り込んでいると、やがて睡魔が襲ってきた。浅い眠りに入りかけたところで、不意に意識がはっきりした。だが体は動かない。いわゆる金縛りだ。やがてひそひそ話す複数の声、赤ん坊の泣き声、女の悲鳴が絶え間なく聞こえてきた。俺はもう金縛りや声くらいでおたつくほどうぶではなかったが、場所が場所なだけに気持ちの良いものではなかった。俺は徐々に金縛りを解き立ち上がった。俗に言う幽体離脱と呼ばれる状態だ。幽体離脱はコントロールされた夢の一形態だ。俺は洞窟の外を見た。洞窟の外には X 字に組まれた木に手足を縛られた血まみれの女が貼り付けにされていた。手に刃物を持った血まみれの男が女の耳や鼻、乳房を刃物で削ぎ落としてゆく。女が表皮のすべてを削ぎ落とされて人の形をした赤い塊になると、男は女の膨らんだ腹に刃物を突き立てた。凄まじい女の悲鳴。まぶたのない女の目が俺を睨みつける。男が女の腹から何かを掴み出し、こちらを振り返った。男が掴んでいたものはへその緒のつながったままの胎児だった。えぐり取られて眼球のない男の顔が俺の方を向くと、男と女、そして胎児が口々に呪文のように、滅ぶべし、と唱え続けた。あまりに惨美な光景に俺は凍りつき、やがて意識が遠のいた。俺は木島のおいという声で目を覚ました。洞窟の中の気温はかなり低かったが、俺はびっしょりと嫌な汗をかいていた。ランタンの黄色い光に照らされた木島の顔にも油汗が浮いていた。どうやら木島も同じものを見ていたらしい。俺が木島に、あれは、と問うと、木島は、夢だ。だが現実でもある。と答えた。夜明けまではまだ時間があったが、俺たちは眠らずに太陽が顔を出すのを待った。山を降りた俺と木島はマサさんと合流した。マサさんと合流すると、俺たちは鉄壺を買い取った盗品ブローカー、龍の元へ向かった。俺たちは龍の指定したスナックを訪れた。店は古く、かかっている曲も昭和の古い演歌ばかりだった。事前情報によると、龍は50代前半の年齢のはずだった。しかし、目の前にいる男の顔は明らかに老人のそれだった。時折激しく咳込みながら人狼を煽る龍の顔には、誰が見てもはっきりとわかる思想が浮いていた。マサさんが龍に、鉄壺はどこにあると聞くと、西川という男が持って行った。と、龍は答えた。西川？在日か？俺が尋ねる。すると龍は、いや、あんたと同じ日本人だ。ただね、バックがやばい。奴は〇〇会の幹部だ。龍が口にしたのは、韓国発祥の巨大教団の名前だった。確かにやばい。その教団は、政界や財界、裏社会とも関係が深い危険な団体だった。日本をサタンの国、天皇や皇室をサタンの化身とし、日本民族を朝鮮民族の奴隷とすることを教義とするカルト集団だ。下法をもって皇室に呪いをかけたとしても全く不思議ではない狂信者の群れ。それがその教団だった。龍は、俺もいろいろと訳ありの仏をさばいてきたが、あの壺は極めつきだ。引き取ってくれるんなら金を払ってもいいくらいだ。さらに、ククッと笑うと、いきなり大人数で押しかけて持っていかれちゃったんで、代金をもらってないんだ。顔に傷やあざはなかったが、T シャツのはだけた龍の胸には内出血の跡があった。いつまでも鉄壺を渡さない龍に業を煮やした西川たちは、龍を痛めつけて鉄壺を奪っていったのだろう。あんなものはいらないけれど、ただで持っていかれるのは面白くない。欲しかったらあんたたちにやるから取り返してくれ。マサさんが、わかった。そうさせてもらうよ。と言うと、俺たちは席を立ち、店を後にした。帰りの車中、後部座席で木島がマサさんに、どうすると声をかけた。マサさんは、俺は荒っぽいのは嫌いなんだ。監視をつけて1週間ほど泳がそう。そうすれば向こうから壺を渡したくなってるだろう。キムさんの手配で、ゴンさんたちが西川家やその取り巻きを監視している間に、西川とその周辺の者たちに、次々と不幸が訪れた。普通ではありえない短期間に事故や急病による死が相次いだ。西川自身も飲酒運転の車に突っ込まれて重傷を負っていた。頃合いだと言って木島は西川の元を訪れ、問題の鉄壺を手にして戻ってきた。木島が戻ってくると、マサさんは俺に紙包みを渡して、龍のところに届けてくれ、と言った。持った感じ100万円といったところか。俺は前のスナックを訪れ、龍の居場所を聞いた。龍はすでに死んでいた。俺たちが去った後、連日目が覚めると酔いつぶれるまで飲み続け、再び目が覚めると飲み続けるという生活を続けたらしい。龍には家族はいなかったが、別れた女がいた。俺は女のもとに金を届けた。女は、そう、あの人が死んだの、と感情のない声で金を受け取った。戻った俺はマサさんに、壺はどう処理します？バツバツ神社はもう使えませんよ、と尋ねた。すると木島が、お前、今夜、壺と一緒に夜を明かせ。心を空っぽにして、壺を見続けるんだ。お前が思いついた方法で処理しよう、と言った。俺は、待ってくれ。西川たちは日本人だけど死人が出ていたぞ。大丈夫なのか？鉄壺の周辺で相次ぐ人の死に、俺はかなりビビっていた。バツバツ神社から盗み出されて以来、この鉄壺の周辺で死んだ者は、神社から盗み出した窃盗団が5名、鉄壺を持ち出したパクと買い取った龍、西川と共に自動車事故に遭って死亡した西川の妻、心筋梗塞で死亡した西川の父親、冬の寒空の下、大量に飲酒して投資した西川の部下など10名に達していた。しかも西川の周辺の死者は皆日本人だったのだ。神社の洞窟で見た生々しい夢のこともあって、俺はこの鉄壺についてはかなりナーバスになっていた。マサさんは、大丈夫だ。お前は日本の神々の加護を受けている真っ当な日本人だ。壺の中身もお前に危害を加えることはできない。余震場できたとしても今のお前なら自分の身を守るくらいの力は十分にある。西川たちは日本という国や日本民族を害そうとする邪教に魂を売り渡して霊的に日本人ではなくなっていたのさ。加護を失っただけではなく、裏切りによって日本の神々を敵に回していたんだ。あの教団の教義を見ろ。あんなものに帰依する輩をお前は同じ日本人と認められるのか。まあ、あの鉄壺を放置したら今の日本じゃ命を落とす日本人も少なくはなさそうだけどな。まあ、大丈夫だからやってみろ。俺はマサさんや木島の言葉に従って鉄壺と夜明かしすることになった。急遽、マサさんがレクチャーしてくれた瞑想法に従って、俺は心を空っぽにして壺を見続けた。やがて洞窟の中で見た地獄のようなイメージが脳裏に浮かんできた。真っ赤な灼熱の荒野で貼り付けにされ血まみれの女たちと、その足元に転がされた赤ん坊。まず、俺は明るい日差しの真っ白な雪原をイメージした。次に雪解け後の春の草原のイメージ。瞑想によってスクリーンに浮かぶ景色は俺のイメージに従って変化した。俺は綺麗な女の裸体をイメージしながら女の縄を切り、足元の赤ん坊を女に抱かせた。すると血まみれの母子は美しい姿に戻った。俺はイメージの中で同じ作業を繰り返し続けた。気がつくと、俺と11組の母子の前に、洞窟で見た眼球のない血まみれの男が立っていた。血まみれの女が男を見つめる。我が子の胎児に転生し、自ら封じられたという呪術師だったのだろうか。俺は女たちの怯えを感じた。俺は男に、見ろ、ここはもう地獄じゃないぞ、と語りかけた。すると男の顔には目が戻ったが、滅ぶべし、呪う、という男の声が聞こえてきた。俺は、あんたは日本人に転生しても日本を呪うのかい？と問いかけた。男の意志の揺らぎを俺は感じた。俺は先ほどまでの赤い灼熱の地獄を思い浮かべて、みんなあそこに戻る気はないってさ。あんた、あそこに一人で留まるかい？と問いかけた。俺の脳裏に、嫌だ、という強い言葉が響いた。男の姿は消え、目の前に血まみれの女と赤ん坊がいた。俺は先ほどまで繰り返した治療のイメージ操作を行って、男だった赤ん坊を女に抱かせた。すると女たちは一人、また一人と消えて行き、最後の母子が消えていった。その瞬間に、俺は脳裏で問いを発した。お前たち、どこへ行きたい？やがて景色のイメージが消えて、脳裏のスクリーンは暗くなり、俺は瞑想から覚めた。最後に問いを発した時に浮かんだイメージ。それは陸の見えない、果てしない海のイメージだった。俺はそのことをマサさんたちに伝えた。マサさんは、そうか、わかった、と答えた。俺がマサさんのレクチャーに従ってイメージを操作した瞑想法は供養法の一種なのだそうだ。俺には呪術や祈祷の儀式についての知識がなく、重複のイメージがなかったことが成功の鍵だったようだ。また、長い間神社に封じられて浄化が進んでいて、鉄壺の呪力がまだあまり戻っていなかったことも幸いしたようだ。春分を待って鉄壺の本格的な供養が行われた。花や酒、果物や菓子を備えた祭壇に僧侶の読経が響き渡る。俺は手を合わせて瞑想で見た壺の中の人々に、どうか成仏してあの世で幸せに暮らしてください、と祈った。日を改めて俺たちはキムさんのチャーターした漁船に乗って海上に出た。やがて船は停船した。空はよく晴れ、波も穏やかだった。マサさんが、これで終わりだ。最後はお前の仕事だ。と言って鉄壺を俺に渡した。ずしっと来る鉄壺を俺は両手で持ち、できるだけ遠くへと海へ放り投げた。大して飛ばなかった鉄壺は、あっという間に海の底へと沈んでいった。鉄壺を沈めた海に俺たちは花束を投げ、酒を注いだ。手を合わせ、しばらく黙祷すると、再び船のエンジンが始動した。俺たちを乗せた船は港へ戻る航路を疾走し始めた。